ありがとねん。今日は公園でした。公園でした。チャーミングトリップの、そう今日はそう可愛くないですかこれ。イエーイ。そうなんよ、メイクさんがねなんかいろいろしてくれて、やったねー、ありがとう。イエーイ。今日はありがとうございました。楽しかったです。そうぶどう、なんかそうぶどうに見えるって私が言い出して、それからそうなりました。あんまりこういうのなんだろう、三つ編みでもね、三つ編みとはまた違うんですよ。なんかぶどうに見えませんか。そうここも編み込んでるし、そうなんかぶどうに見えない。この時期さ、なんかいちごなくなっちゃってさ、ぶどうなんですよね最近。なんかスーパーにあるのが見えるよね。やったねー、やったねー。確かにフィッシュボーン。フィッシュボーンなのかこれ。確かに。ぶどう、まあ私はぶどうに感じるから、まあ、ぶどうでいいんですよ。はは。今日はそうなんかみんななんかついにしますってなってそうなりました。けどなんか私最初の方にねもうこの髪型にしてたんですよ。もうリハの前からこの髪型にしてて、でリハの後にみんなメイクして髪型とかしてもらって行ってて、そしたらなんかみんななんかハーフツインみたいなやつで、あれってなった。そうなんですよ。あ、そうチャートリがそうみんなついにしてたら、なんかわかんないけどたまたまなのかなんかそう偶然なのかなんとかわかんないんですけど、そうマイカーもねしててありあって今日いっぱいいるぞみたいな、いつの間にかいっぱいいるよってね、だけんまあそういう二つ結びが好きな方からしたらね、もう最高すぎる日だったんじゃないかなって思いますね。ダンスの先生に褒められた、え、ダンスの先生に褒められた、どこ情報どこ情報だ。あ、いろんな種類、そうそう、チャットリ帰った後ダンスの先生がサイヤのラブトリップ褒めてた。え、サイヤが去ってから褒めてた。え、嘘、そんな長上がるほど、私そんな長上がるほどに、え、何それ、恥ずかしい、忘れ情報、うん、ありがとうございます情報をこれくださって。いや私にも
そう言って、そう言われました。でも、うん、あ、本当、うんうん、いや嬉しいですね。そんな前川さんのそんな反省会なんだろう、なんかに出るほど、あ、ありがとう。ん、なんかあれ、あ、釣りけんさんめっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとうあ、ありがとう、直接、うん、そう、最近良くなってるねって言われました、ダンスの先生に。そうですね、釣り犬さん、何しようかな、さやの音取りがいい、え、そ、何、パセリ情報、嬉しいなぁ、音取りが良すぎて見ちゃった、え、嬉しいんだけど、そんなぁ、ありがとうね、褒めてくれて。パちゃん、パちゃんにはなんだっけ、チューズミーよ、チューズミー良かったよって言われたありがとうございます、テンション高いですよ。なんだっけ、今日も可愛すぎました、え、嬉しい、ありがとうね。なんかなんだっけ、控室にあるモニターで見れるんですよね、ちょっと、でもちょっとね、映像がそんなにあれなんだけど、見てくださってたん、見てくれてたんだな、嬉しいね。ラブトリップね、ちょっと久しぶりだったの。ありがとうございます、釣りけんさん、めっちゃ可愛いたわ、ありがとう。ちょっと二つ結びサーヤン書いてみました、ありがとね。最高のアイドル、嬉しい、嬉しいな。そう、これで、これは私です、ありがとうちょっとあれかな、ちょっと変、いや嬉しいな、そんな、私も自己評価できないからさ嬉しいね、ダンス違いましたか、最近私ダンスちょっと、そう違うね、足、そう足良くなった、もう痛くないもん全然、あんなに動いて、本当よかったよ、ありがとうございますね、違和感なし、今日来たかったなって、ぜひまたお待ちしてます。そう本当にね、お医者さんが言った通り3週間で治りました、そうだよ、ありがとう、すごいな、3週間
2週間目はさ、なんか本当に3週間なのかと思ったけど本当にそうだった。パフォーマンス好き、嬉しい、ありがとう。でも本当に今日はなんか楽しかったです。それよね。楽しかったよ。伝わりましたか？確かに明日まで確認します。そう、なんかね、今日朝から結構早い時間帯からレッスンあって、でリハもね結構本気でやって、で本番も本気だったからさ、そうなんかアドレナリン私大丈夫なのかなと思ったんですけど、意外と今でもちょっとあるし、全然大丈夫だった。全然、うん。おー、マネさんがサーヤンのパフォーマンス褒めてたらしいね。マネさん誰？パセイじゃなくて、今パちゃんの聞きましたよ。パちゃんとダンスの先生は聞きました。そう、エナドリね、私持ってたんですよ一つ。なんかリハの後に、そうなんか飲もう、なんかやばかったら飲もうかなと思ったけど、なんかね飲まなかった。よかった、ありがとね。エナジー言うてもあれですけど、ジュースですけどね。あ、その代わり公演の前にね、ちょっとフラペチーノを飲みましたけど。インスタ見た？載せたよ。見てね。クーポン使い切った。クーポンなんて言うんだろう、あれ使い切りました。今日誕生日おめでとう、うっかりあんこさん、ハッピーバースデー。サイヤン推しの1年にしよう。肉の日やん。さやん、しかしかありがとうございます、よろしくお願いします。あ、そう、今日ね、今日もね、そう雷とね雨がすごかったよ。なんかね、そうね、楽しいよね。なんか家出ようと思ったら、なんか本当にあのドラマとかにあるなんか散々な時の散々になってる時のシーンのあの雨ぐらい降ってて、こんなこと本当にあるんやなと思ってて、だから一回ね帰ったんです私。一回ドア開けたけど、一回またあの閉めて、どうしようかねってなんかちょっとあの考えたりして、うん、まあ行くかと思って、また開けたらちょっと止んでて、あ、こんなに違うんだねって、ちょっとの差でこんなに違うんだねって言って、今日初めてこう言ったけど、サヤン可愛すぎてびっくりした。え、嬉しい、ありがとう、嬉しい、びっくりした。ありがとね。あー、ゲリラね、確かにやったよね、昨日もそうだったね。土砂降りっていうのかな、晴れてはなかったけどね、なんか多分すごいんだよ。そう、最近ねすごかったな、てか雷がねちょっとね、うん、どんどん、そう雷なんか、そう
なんだろう、なんか危機感を感じるんですよね、なんかすごいなんか人間として危機感を感じてるからさ、本当に。え、そうなんよ、もしかしたらって思ってしまうんや、傘とか差しとったら。なんだろうね、だけどね、昨日でも昨日の方がめっちゃ怖かった。今日も怖かったけど昨日もなんか怖くてメールに書いちゃったもうなんか伝えようがなくてさ、なんかうん、そう、どうしたらいいか分かんなくなってさ、メール送っちゃった。雷に切れてたいや本当に、そう、なんだろうな、危機感感じるな、雷って何なんだろう。今日もやばかったけど、いやそう、でもさ、7月のほんと1週間か2週間ぐらいなんかずっと雨なんだよね。梅雨がさ長いんかな、余韻浸ってるね。私も浸り中ですよ。え、梅雨明けしてないと思う天気予報士じゃないんで信用しないでね前髪切りましたよ、あの昨日。そうそうそう、あ、まだしてない、じゃあ当たってたわ。うん、7月中旬、あ、そうなんだ。今日私前髪ね少なめにしたいん、なんか前髪少なめにするだけでさ、なんか夏感ある。本当はもっとね前髪あるんだけど横にしてる。前髪少ない方がいいよって言われた。なんかそう、前髪をねそうやってセットしてる時に急になんかお母さんみたいなメイクさんいるんですけど、なんかみんなのお母さんみたいなメイクさんをね、かわいいねって言われて、なんか私その前髪がちょっと癖があるから、なんかそれがそれかなと思って、前髪ちょっと変ですかみたいに言ったら、いや顔がかわいいねみたいな、改めてなんかしっかりと見てみたいなって言われてめっちゃびっくりした。そんなさ、改めてさしっかりメンバー、なんか本当に昔からあのそのメイクされてる方でメンバーの、改めて見たらみたいな、そう、なんかでも嬉しいよね、なんか改めて見てもさあのまた可愛いって思うってすごいよね。で今日このめあのそう髪型してくれた方もいつも可愛いって言ってくれる方で、そう、高尾可愛いんですよ、めっちゃもうだけテンションが本当に上がってて、だからメイクもちょっといい感じにうまくいったかもしれん、だから今日は、だから今日そうテンション高い。自己肯定感をねしっかり上げてくれるメイクさんたち。思った、今日なんかめっちゃ褒められてるかも、なんか今日公演の後も、なんか怖いなんか怖い、
大丈夫かなこれから。なんだろう、ブドウって最初に言ったの私だよ。私が何気なくなんかブドウだみたいだなと思ったから、あ、これブドウに見えるからブドウヘアって名付けようって言って。うん、でも多分あれやね、多分今すごいテンション高いっていうか元気っていうか、すごいなんかいい感じだから、そのいい感じを呼び寄せてるかもやっぱり。ネガティブだったらネガティブもさ、なんか呼び込むっていうやん。そう、今いい感じかも私。ってさらに思うことにする。呼び寄せてるかもしれない。そうだよ、今はねブドウの季節、輝いてる。今日めっちゃラーメン塗ったもんな。そうだからね、メンバーにもねなんかそう、ちょっとね心配かけてたとこもあったけど、なんか元気になったよって。そうそうそう、ありがとね、ありがとね、ありがとね。でも今日は本当は巻き髪にする予定だったんだよね。昨日は絶対にストレートにしようと思ったけど、ストレートのおろしに。でもなんか今日やっぱり巻きのおろしにしようと思ったけど、ちょっと決めてた。でも全然違ったね。うん、ああ確かに安全そう。そうだよ、決まった瞬間にそう、今日はついんだよ、みんなついんだよって言われて、えっ、そうだね、ブドウヘアまたするかも。そう、私ファンの方にいろいろ言っちゃってるって、いろいろ言っちゃってるって、推し変してしまいそう。推し増しはどうですか。まあ好きになってくれたら嬉しいよ、好きになってくれたら嬉しいし、推してくれたら嬉しいよ。そう、私推し変してくださいってね一言も言ったことないん今まで。それはね言えないんですよね。そうそう。そう、とりあえずまあ嬉しいですね、気になってくれたり、なんかまあ好き面でも、まあ、推し面が一番嬉しいけどね、なんか嬉しいですやっぱり。幸せを感じます。そう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 、気になる、気になる存在。よく相関図にあるやつだ。ありがとう。いろいろあるかね、
いろんなことがきっかけだったりとか、なんだろう、ゆっくり好きになる方もいるし、みんな違ってみんないいよ。お、ありがとう、ありがとう。うん、嬉しいです。好きになってくれって、私も好きなんでね。本当ですよ。おー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。確かに。イメージありません。もう、はい、嬉しいです。え、そうなんだ。嬉しいね。ありがとうね。確かに。デレキかも、今。いや、デレてない、今、私は。ただ、本当のこと言ってるだけ。照れてない。嬉しい、ありがとうね。確かにライブにサイアンがいて、ちょっとでも嬉しいなって思ってくれてるだけでも嬉しいよ。ありがとな、出るじゃない。多分出るじゃない、出る、出るじゃない、ありがとな。明日の命令にはこういうことは書かないかも。恥ずかしい、それは。そうだ、そうだよ。どこをまとめの見出しにするかは私にかかってるからね。え、明日月末。あ、そうなんですか。ありがとう、教えてくれて。月末がいつかわからなくなるよね。あー、そういうことか。あれ撮ったっけな、そういうやつ、そういうやつ。あれ撮ったっけな。あ、え、そうなんや。30日だったり31日だったりするからさ。そう、リールね、今日も投稿したんだけどさ、なんかそんなに毎日、ほぼ毎日投稿して大丈夫なのってなんか心配されてるんだけど、マネージャーさんに。なんかそう、なんかファンの方はそんな、なんか飽きが来たりしないのっていう。うん、そう。だからそれがないらしいんです。それがまだなんか、あのファンの方は飽きるとかないらしいですって。そういうもんなんだみたいな。そう、とりあえず今はそういう気分だから、そういう気分の時にね投稿しとこう。嬉しいです。そうなんだね。そう、レア感なくなるけどね。動画はそう、何個かあるけど、どうだろうかな。うん、
どうだろう。ストックは結構あったんですよ、意外と。でもそんなにのもあるし、感じですね。うん、まあなんとなくなのでね、皆さんたくさん見てくださいね。そう、気分で変わるからな。気分、直感、直感で変わる。そう、でもそう、再生回数もそんなにね減ってないんだよね。あとそう、こうでも載せようと思ってます、私服とかね。そうなんですよ、再生回数増えてるんだよね、減ってはないんだよね。なんかまあそれは投稿すればするほどさ、やっぱ見てもらえることは増えるから、まあそうなんだけどね。そうなんですよ。わかんないですね。そう、おすすめにね乗ることが大事なんだよね。おすすめに乗ったら本当にいろんな人に見てもらえる。乗るか乗らないかで結構変わる。そうなんよね。いいねが多分、いいねと保存数で決まる。ような気がするよ。でも今日ちょっと投稿するのちょっと10時ぐらいだったからわかんない。乗ったらね、再生回数が倍ぐらいになるかな。保存。そうそう。そう、最近だったらねこれなんだよね、5万再生久しぶりのリール久しぶりに投稿してるやつが、そう、がねおすすめに載ってますね。
すめ？わかんないけど、いいねとコメントと保存数で変わる気がする。ハッシュタグわかんないんだよね。関係あるか。でも今見たらだんだんといいねが減ってますね。検索に引っかかった方がいいのか。確かに。日が経った方が多いってこと？確かにそういうことか。そういう風になるのか。ちょっとハッシュタグいろいろつけてみよう。どうしよっかな、迷うな。まあでもすごいな。そうなんですよね。やっぱね、すごリーチしたアカウントがフォロワーさんよりフォロワー以外の方が多いんですよね。なんかリールって不思議と。そうじゃないやつもあるけどね。めっちゃここで会議してる。でもやっぱりハッシュタグ関係ありそうだな。
張る気がします。よし。確かに朝に投稿もしてみたいな。そうだね。全然自分のことを知らない人が見て、なんかフォローしてて、フォローして、あ、この人アイドルだったんだみたいなって感じもいいですよ。ふむふむ。初めてクアトロ、ありがとう。そう、いろいろ変更してみてる今。難しいな。初見です、ありがとう。まあいっか。あの子、そうだね。編集は、最近そんなに時間かけてないけど。
つ編みだねこれ。こんばんは。すごい今日めっちゃ褒められてるわ、嬉しい。やったね。楽しかったです。楽しかった。そうだね、褒められて伸びるタイプ。今そうだね。だからそう調子がいいです。調子がいい。こんばんは。やったー。そうなんよね。自己評価はできないけど、なんか今日はすごい、そう、自信があった。自信を持てた。そうだね、この感じが長く続くといいですよね。そうだね。できればずっと持っときたいけど。もう来ないと思うけどね。不安定なのは。多分。何も起きなければ。ねえ。まあ人生ですね、それこそ。人生、山あり谷ありと言いますもんね。ありがとう。そうなのね。応援してください。人生の応援。確かにね。さやが
可愛すぎだ頭が痛い。すごいね、すごいね私あ、気圧が今すごい、気圧が今すごい今気圧がすごいんだって、はあ、すごいすごいね私ありがとうございます。でも確かに気圧感じた今日、なんかそう、なんか気圧すごいなってちょっと薄々感じてたよ。確かにね、ムシムシしてる。梅雨ですね。でも梅雨ってすごい、ね、梅雨って本当よね。去年はめっちゃ1週間ぐらいしかなかったような気もするけど、今年はちゃんとありますね。だって結構7月になったら結構カラッと晴れるみたいなのが続いてたような気がするけど、全然そんなことなさそう今年は。でも不安定だから分かんないな、また変わるかもしれないしね天気。セミ鳴いてたっけな、なんかこれこの声はセミなのかっていうのはあった、すごい遠くで。これは何なのだって思いながら、そうなんですよね。最近偏頭痛ならない？ちょっと前はあったけど最近ないかも。なんかね、木がいっぱいあるとこはセミおるね、今日ねトトロ見たんですよ、録画してたやつ面白かったよね。なんか久しぶりに見たんだけどさ、なんかとんでもないことが起きるからさ、なんか笑っちゃった。もう普通に素でさ笑ってた、みたいな。あ、リアルには見てないよ。トトロ、結構前のやつ、まだ録画してた。このシーンが面白かった。
でしてたら、ずっとこうやってしてたら、もうてててん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 てそんなことあるって。ってなった。私はもうあのピョンってあの目が出てきただけでそれでよかったのに。なんかもう木が大きな木ができてしまったからしかもとどまることはなくてそれがしかも日陰になって家が全部だからどうなるんだろうと思って全部日陰になったら洗濯物さなんかさなんか外干ししてたけどさなんか乾くんかなとか思ってた次の日にはさなんか違ったそうその次の日にはちゃんとだったからそうちょっと心配しちゃってたそう夢だけど夢じゃなかった夢だけど夢じゃなかったそうこれね私この歌は覚えとったんでもなんかどういうシーンか覚えてなくてやっとつながったよねそういうことねって思った夢だけど夢じゃなかったああそういうことかって思った理解した私はうん面白かったやっぱりね猫バスいいね猫バス乗りたいなそうでも最近そうドラマがねそう7月から始まるけどそれまではもう見終わったからさ見るものがなくてさなんかちょっと前に録画してたやつを見てるんだよねネコバス開くとき落とすよねおいーんおいーんバキバキねみたいなこと言って目がバキバキ塗りたいあともう猫バス乗った時のトトロの顔が結構ツボなんですよねそこでも笑った私はみたいな顔してたみたいなずっとこの顔でずっといたそうこれはそうだ傘持ってドーンバーッ
そこも結構好き。びっくりよね、あんな トトロ おもろ。面白いな。もっと傘持ってたよね。傘持ってっちゃったよね。雨止んだっけ、よかったけどさ。ほんと。おもろいな。見返したくなった？いや、見返してみてください。はあ。でもその時の録画のやつ見たら、夏場ジブリって言ってたから、もしかしたら今年の夏またあるかも。え、あるんですか？え、去年のやつを、そう、私が録画してた。あ、あるんだ。へえ。じゃあ本当に 本当に夏はジブリなんだ。新作があるから。へえ。新作。へえ。宣伝なし。そうなんだね。あえての。へえ、あえてなし。何、なんか逆に気になるみたいなやつ。今までの全部見てる気がする、多分。沖さんがめっちゃ行きたがってた。あ、本当ですか。へえ。私も見たいな。あ、そういうあれね、方法。あ、ジブリパーク行きたいよね。でも今予約がすごいんだよね。すごい埋まってるんだよね。愛知県にあるよね。そうです、そうです。そうです、そうです。そうです、そうです。なんか眠たくなってきた。なんか前髪増えたかな。
だいぶアドレナリン抜けてきた。今のじゃないですよ、今のが原因とかじゃなくて、いや本当に、あ、インスタ見ました、ありがとうございます。はあ、そう、ライブだったもんね。もうね、ほんとそう、前髪いい感じ、視界良好。よき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 。木曜日だ、待って、明日金曜日らしい、来るよ、あれが。あれが来る。ヤンマガ。ヤンマガウェブ。もうすぐで。土曜日の夜ね。ねえ、ついに過ぎる。はっ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 は。ついに過ぎ、ついに過ぎ。そう、0時00分。楽しみだね。そう、ウェブだよ、ウェブ。楽しみだね。グラビア、うん。しかもね、なんだっけ、全部で36ページだっけ、いっぱいある。そうですね、27人目かな、私確か。イエイ。今の自分の鼻歌がよくわからんかった。意味が、よく意味がわからんかった、今自分で言って。いつもの歌か。あ、待って、もう今日終わるわ。ありがとうございました。ありがとね。明日は金曜日です。気をつけましょう。ありだよ。あ、明日はあれだった、月末だった。うん、ありがとねー。
頑張っていい。ありがとうございます。ありがとう。変わった。釣りけんさん、いわちゃん、ボブさん、ロックオンさん、ゼイちゃん、みつるんさん、せいやんさん、こっぺさん、ゆうじーさん、まいせんさん、フジポンさん、ホタテ様、二の丸さん、あおちゃん、メガバイトちゃん、オーサムさん、ときわさん、エビスさん、犬ちゃん、ゆうさん、猫のおかずさん、ガッちゃん、大西くん、なりさん、いなっちさん、まさきさん、神戸のマーチさん、クロクマさん、ももまるくん、コロスケさん、ナオティさん、ちくわドーナツさん、りょうさん、らくらくさん、ありがとう。完全に無の量、無の無無無知の領域に入ってるわ。はあ、無知の無知の領域いや本当にそう。いや本当にそう、無知って感じ今私。あ、無我って言うんか。え、無我、無我の領域だわ今私。やばいね。何も考えずにお風呂入らな。こういう時ね、やばいよ。こういう時ね、もうね、私ね、はあってなっちゃってさ、そしたら1時間経ってんだよね。だから私はこれからそう領域展開しなきゃ、領域展開でして、もう何も考えずに、うん、お風呂入らなきゃ。はあ、簡易領域。解放したいね。皆さんもね、寝てください。寝てね、ゆっくりと。今日もありがとう。本当よ、本当よ。可愛い顔
できてるかな。できてるか分からん。あ、もうすぐ終わるわ。ありがとうございます。バイバーイ。またね。あと20秒ぐらい。ありがとう。みんなありがとう。バイバーイ。